演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、グッファミリーマートの具たっぷり豚生姜焼きおむすびを食べたいと思います。これ結構大きいですね。で、生姜焼きっていうのもうご飯に合うイメージしかないんですけど、それがもう中に入ってるって、どんだけ一気に食べたいんだか、それとも横着したいんだって感じですね。割ると間違いなく大変なことになりそうなので、このままいきますね。ちょっと上の方にタレが染み出してますね。これだけなの、個体差があるのかな、それとも。ではいただきます。おむすびの具なので豚の生姜焼きのお肉は少なめですが、それでもタレの甘辛い味はしっかり浸透していて美味しかったです。お肉もないわけではなく歯ごたえは感じられましたね。で、ご飯も結構多めだったので重量感で満足できましたので、こちらも点数とさせていただきます。ただもうちょっとお肉たっぷりで別々に食べたいという気持ちも湧き上がってしまいましたね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。